Inter FM Music Clock. Music Clock. Music Clock. With the first time. Show with that. I'm like it. Let's go. Can't stop. I'm in the stars tonight. I step right left to my beat. Today's Morning K-Pop. 10月26日火曜日朝8時を回りました。インター FM ミュージックロックイザファーストタイムズ。改めまして DJ の平井玲奈です。天王洲も外がようやく明るくなってまいりました。さて、Today's Morning K-POP。今週ピックアップしているのは12人組ガールズグループ、ルーナ、今月の少女。それぞれがソロやユニットとして活躍していたメンバーが2018年にルーナとしてグループデビュー。日本語名の今月の少女は毎月一人ずつ新たなメンバーを順番に公開しながら完全体を目指すという彼女たちのプロジェクトから来たものです。ソロとしても十分な実力を持ったメンバーが集まりルーナとしてデビュー。グループとして完成する前からその経緯をワクワクして見守っていた人も多いのではないでしょうか。そんなルーナが先月待望の日本デビュー。ポップで中毒性のあるフラフープとサイレントサイレンのボーカルギタースーさんが作詞を担当したスターシード覚醒のダブル A サイドシングルになっています。それでは今日も聴いてみましょう。ルーナの皆さん、曲紹介をお願いします。ツーセッ、アニョハセヨー。インター FM ミュージックロックをお聴きの皆さん、せーの、こんにちは、ルーナです。ヒョンジンです。私のモーニングルーティンはコーヒーを飲むことです。これをやると一日頑張れます。これから応援をするフラオップはありのままの自分、素直な自分でいようというポジティブなメッセージの曲です。ポップで楽しいリズムの中毒性のあるサビがポイントです。それでは聴いてください。フラオップ以上、ルナでした。Just say